はい、始まりました。はい、始まりました。もう、今日は、見えるラジオ初日ということでね、はい、そうですね、見えるラジオ、いや、2人ともはいはいとかじゃないです今日はあの、見えるラジオ初日ということですね、まあ、第1回ということでね、はい、中標津にやってまいりました、うん、イエーイ。いや、中標津ってね、中標津ってどうして中標津かっていうと、うん、あの僕の、 あの大切なね、応援隊がいたんです。難田健治応援隊のね、うん、一番あの有力な社長がおりましてね、うん、そこでもうラジオをやってるんですかね、うん、FM 花というね、うんうん、この FM 花さんの方で番組をやらせていただいております、はい、今日は第1回目ですからね、この YouTube に、この見えるラジオとしてね、やろうじゃないかという田村まさかさんです。田村です、はい、ね、そして、今日はここのお店のですね、ビップルームをですね、スタジオにさせていただいてるということでね、あのどこの場所でもあなたの町の、お店じゃないの、あなたの自宅、あなたの寝室、寝室っていうのはあの一番スタジオらしいんですよ。音死にますからね。でも変な音、変な音出ますね。ベッドとかね、マットに音が吸い取られるんで一番寝室が、スタジオに近いんですよ。ここ音がちょっとね、こう跳ねたるじゃないですか、ね、だからもうあなたの寝室にこれから寝室しようというね変態3点ちょっと乾杯しました。いやいや、乾杯乾杯、今何時ですか。すいません、あ、もう8時になるんですね。もう8時だからね、行ってみたいと思います。9時ですか、すいません、ね、すいません、もう9時、朝の9時ですよ朝のうち9時から、とりあえず乾杯しましょうか。はい、とりあえず、まあ、目の前に今さっき飲みましたよね。今日はあのスナック、ルジュンというとこからね、今日は飲みますからね、ルジュンというね、中標津にありますよね、美人ママでございましてね、もう本当に、間違うとですね、オリンピックに出たね、あの金メダルを取った、なんだっけじゃなくて、ね、ナオリン、ナオリン、え、な、何勉強してきて CM CM 勉強してきてよ。ヨーグルトの宣伝、そう、R1、 R1、 R1、 今子供できたんですよ。子供できたの、子供できたバージョン、あ、そうそう、子供できたバージョン、あ、そうだもんね、見守らないよ。ナオリン、あなた一人の体じゃないの、サオリン、サオリン、サオリン、はい、ね、そんな感じです知ってます？調べてくださいよ。今いいということでね、まあ、見えるラジオってことで今日ね、はい、やりたいと思います。いいと思いますよ。まあ、本当に今日食事したところね、うん、昼間から、食事しましたね。そうですね、ビール飲んで、美味しかったですね。美味しかったね。あそこなんとあのこの中標津で、50年も。老舗ですね。老舗が50年もですよ。よく生きてるよね。いや、そうじゃない。いやいや、うまかった。美味しかったですね。唯一和洋中が揃ってるレストランですね。それが思った、はい、すごいね、50年も、自分とこ のソースも50年経っててね、半世紀です、それからタレも50年経ってる。そんなわけない、ツッコめよ、もうツッコめよ、次足し、次足し、次足し、秘伝の次足ししたって50年とか腐っちゃうよ、秘伝のミートソース、そう、秘伝のミートソース、いや、うまいよ、本当に美味しかったです、変わってって言うんだよね。そうです、うん、本当に、はい、ちょっとね、ぜひ中標津来た時はぜひ、ね、何食べに行こうかな迷った時は和洋中、全部揃ってるからです、ね、あの、そうそう、あの、なんかあの、あの、なんだあの、混ざった感じあの、タムさん、タムさん、タムさん、あの、半分顔映ってないよね、見えるラジオなんですからね、ちょっとあの、ね、自分をね、見えるラジオ、これ YouTube に映っておりますからね、皆さんぜひですね、ラジオ聞いてる方ね、YouTube も見ていただいてですね、まあ、難田健治もしくは田村まさかでね、検索してもらうと出てきますんでね、はい、そうですね、楽しいことを残したいですね、ね、そう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 、はい、普通の人になってるよ、うん、みんなで田村まさかになってたりしますけどねまあ、番組のこの、あの見えるラジオの方の番組の名前つけなきゃいけないじゃないですか。そう、これね、やっぱりね、さっきの、まあ、たまたま雑談の中でね、あのラジオを、まあ、撮ろう、ね、ラジオ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 を撮るのに、たまたまどっかでビデオを回そうって、まあ、やっぱりこれがいいんじゃないですか、そのテレビだって言ったら、
そこまでなんかそのセットとかね、うん、仕掛けとかまあ大変なんですけど、このラジオを撮るのに絵もついてる。はいはい。そうしたら YouTube でね載せたって退屈しないですもんね。そうだよね。ね、そうですね。うんうん、そうですよ。だからラジオ聞けない人も YouTube を開くと。うん、そう、それはね、大事なんですよ。あの世の中みんな忙しいじゃないですか。そう、ね、忙しいです。例えばその時間帯に、そう、その時間帯に、ね、必ずしも暇な人いないですよ。そうなんですよね。だからやっぱりね、こういうその YouTube でプッと押したら聞ける、見れる、はいはい、やっぱ私それいいと思います。今の時代はやっぱりこう、うん、そうです、自分の好きな時間にラジオを聞いてもらうというね、いいこと言うな、うん、私そう思いますよ ね、いや、いいですよ、それね、うん、だから、いや、見えるってことだよね、僕今日これつけてまいりましたけどそれおかしい。いや、おかしくないだろ、革手に入った時のその耳よって。これね、本当にね、テレビやってた時のね、なんなんだとね、いたんですよ、なんかね、あのね、あ、女の子が、僕が、あ、皆さんね、あの知らない方もいらっしゃいますけどね、 YouTube 見ました、私もYouTube じゃない、あれテレビだ。あ、テレビなんですか。あ、でも YouTube で見ました。あ、YouTube で見た。見ました。なんだかんだ言っても北海道って番組、俺がやってたの、俺が。そう、見ました。今ね、ガンキタっていう番組に変わっちゃってるけど。タイトル変わっちゃってる。ね、ちょっといろいろ、スポンサーと揉めましてね。ね、揉めましたね。勝手にしろみたいな感じでね。勝手にしろったら勝手にやっちゃったりしますけどね。いや、まあまあ。いやー、ガンキタはね、ガンキタやっぱりなんだかんだ言っても北海道の方が面白かったなって感じで、ここの畑の話ですけどね、俺が作った番組やったってね、言ったって一緒がないよね、まあ、その時にまあまあ、どうして僕がこの耳をつけてたかっていうとね、まさかそれ空港からつけてきたわけじゃないですか、ね、空港からしかし来てないけどね、まあ、あの時にね、猫体質というね、そうそう、おかしなやつがいましてね、YouTube で調べてください。あ、YouTube でね、検索してください。個性派だね。Google で。Google でね。先生に聞くのね。Google 先生。Google で。はい。Yahoo じゃダメなの？Yahoo じゃん。Google で。どっちでも出てくれよ、お前。どっちでも出てくれへんわ。はい。どこで見るかな、検索で、ね、猫体質、うん。これが芸名だったんだよね。ね、猫体質が芸名で。これで、ね、野郎ね、なんていうの、司会みたいなことをやってくれてたんですよ、僕らの番組の。そうそう、なんだかんだ言っても北海道の司会をやってて、うん、慣れた猫体質ですって言ってたんだけど、たまたま俺の番組で言うね、うん、休みやがって、あ、ちょっと体調悪かったなんかしらけどね、で急遽俺がね、司会やることになっちゃって、ここでこの耳を作って犬体質ですってやったのが始まりなんだそういうことだったよ、ね、そうなんですよ。番組ずっと見てない人はね、見てない人多かったね、夜中の2時半だから、夜中の2時半だから仕事してるか酔っ払ってるかどっちですか、ね、夜中の2時半にね、俺の番組やってたんだけど、ほとんどの方見てない、野球で30分ずれたら3時からだよ もう本当にね、もう見てない人がほとんどで、なんでこんなもんつけてんだって、その時にね、猫体質さんが具合悪くて休んだから、俺が犬体質ですワンっつって、それでは、今日これからこの入る店、はい、最高の店でございますなんだワンなんて言いながらやってたっていう番組、面白かったんですよ、本当にスポンサーのまたね、ラジオやりたいと思いますけどね、ということでね、まあ、長くなりましたけども、今日は僕がこれを作ってると、なんだけんじですよ、皆さん、こんにちは。ね、こちらはもう見たまんまの田村まさ。ちゃんと映ってますか？かさんですから。はい、もう一回。田村です。これしかないね。似てますね。まあ、でもね、田村まさかずさんのね、田村まさかずさんも本当、今回眠り教師のファイナル。ね、フジテレビで放映されました、はい、もうこれね、数年前から実はご本人言っとったんですよね、言っとった、まあ、だからね、あれだけのね、もうストイックな人ですからね、うんうんうん、中途半端なやっぱりシナリオじゃ出たくないわけですね、きっとね、はい、いや私も想像ですよ、どんな感じですか、想像したら、うん、やっぱりね、中途半端な設定じゃ出たくない、はい、やっぱりきちんとしたものが出たいんだな、あの人はね、どんな感じのものができるってなんか想像して、ちょっとなんかこうやってみてくださいよ、眠り教師郎でしたっけ、眠り教師郎はね、まあ、ただね、あの方は例えば忍三郎の時ね、はいはい、もう髪の毛めちゃくちゃ多いさんでしたね、はい、多いですね、多い、だからあれがすごい一つのトレードマークだったんですよ、はいはい、うーんっていうね、なんかそんな感じで、ずっとシリーズやってるんです、すごく大物ゲストを全部犯人にしちゃってね、
あのシナリオが良かったんですよ、ね、なるほど、ね、まあ、それでやっぱり皆さんが知ってたんだけど、まあ、再放送もよくあるけども、うんうん、ところがその後ずっとドラマほとんどやってないですよね。やってないですね。やってない、やってない。それでね、最近はですね、はい、なんでやらないのか、まあそれはその忍三郎ほど の, そのシナリオがなかったっていうこともあるかもしれませんけども、うんうん、あの一つはね、髪の毛も減ってきた、はい、声も出なくなってきた、はい、ね、あの元々細い人ですけど、もっと、うん、痩せて細くなっちゃった。あ、そう。だからね、やっぱりそこら辺でね、自分の形を納得できなかったんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。なるほど。で、やっぱりあの眠り狂症だったら、ズラがありますからね。ありますね。ね、出せるわけですよ、雰囲気は。要は、ズラっていうか、まあ、かぶりもんですね。かぶりもん。かぶりもん。ね、だから僕は今日被ってきたわけなんですよね。いや、それかぶり物じゃないですかね。それ新しいパターンですけど、うん、それ あんまり聞いたことないです。わハウスラジオみたいな。ハウみたいなのね。まあこんな形でね、まあ、見えるラジオの方やりたいと思うんですけど ね、 そうですね。でもしこのラジオ聞いてる方はね、何やってんだこいつらみたいなね、うん、あの YouTube 見ていただければね、はい、田村まさか、うん、もしくは難田健二で出てきますからね、うん、ぜひあの検索してもらいたいと思います、はい、YouTube の方にね、はい、YouTube の方にね、うん、名前これ決めたいね。そうですね。そうそう、うん、俺あれだよ、北海道観光応援隊という。応援隊、おめでとうございます。そうそうそう、ありがとうございます。あの、ね、北海道庁に、認めていただいて、そうそうそう、公認になったんですよ、ね、そうなんですよ。まあ確かに、まだ2人しかいないんですよ。まだ、あ、まだ2人大事ですよ、これ。あの だってね、あやれ東京行った、あの高知行った、はい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 、そうなんですよ。そりゃやっぱり北海道のね、いやいやいや、空気を持っていってるわけだから ね、 これからもうアップでアップでアップで、ね、グッとグッと、うん、グーッとカメラが、カメラが寄らないから自分で、そう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 、どうですか、ズームイン、うん、違う、いやアウトだよ。あ、そうアウトだよ。いやね、これはね、でも名誉なことですこれ、ええ、うん、いやだけどね、うん、本当に調子に乗ってますけどね、うん、俺あれなんです、歌しないの、そうそう、これはもう前からありましたね。これ PR 大使ってのもやっておりましてね、うん、本当ズームアウト、うん、この芸能の世界ってのはね、ええ、その確かに売れた売れないっていうのはアパートのものはあるけども、はい、こういう観光庁が認めるものってのはね、ええ、そうですよね。これだけなんだよね。で僕は十勝出身なんでね、十勝、うん、観光大使ってのもありましてね。これ古いでしょ。いや、これがやっぱり地元ですからね、僕ね。これは何年ぐらい。十勝最高ですね、あの、うん、やっぱり食材がすごいですからね、十勝ってのはね、うん、まあそうだね、だからもうこんなあのたくさんのね、大使の名刺持っておりますけども、うん、ぜひあなたの町で、うん、僕に何かやらせたいという方がいらっしゃいましたら、うん、今はこれでございますからね、うん、これ、まあ、そうですよ、北海道どうですから、ね、観光応援隊というね、うん、だからまあこういう十勝観光大使とかね、うん、歌市内の、応援団とかね、うん、こういう形のところをですね、僕はあの、うん、北海道全部としてですね、うん、応援したいなと、だから、要は観光を応援する立場ですから、うん、ね、そうね、今確かにもうそれをね、いろんな手を使ってあの PR したい。そうです、どこの町も。そうです、ね、だから今日は中標津に来て、うん、一番最初の、うん、番組だから、ね、うん、今日は一番星さんから始めましてね。一番星やっぱりいいですね。一番星、うん、やっぱり一番星じゃないですか。安くて美味しくてボリューミー、そう、1人前って頼んだら2人前で2人前かいっていうことです。そう、いい店ですよ。でしかも新鮮で、そうそう、ものすごいね、量が、量が ね、あの無口なマスターえ最高じゃないですか、ね、いいんです、もう あれがマスターのキャラなんです。矢沢永吉さんそっくり、そっくりですよ、ね、そっくりでね、大好き、やっぱりね、大好きだよね、もうね、矢沢に似た感じですね。似てますもんね。ちゃん、まあ、包丁の持ち方もこうマイクのように持ったんですね。喉を刺しちゃう、ね、見たんですか。そうそうそう、見たんですか。包丁の絵なんか真っ白にテープ巻いてないよ、ね、ね、お客さん何しますか、うん、イエーみたいな言ってない、持ってます、持ってます、言ってない、話持ってます、言ってないね、もうとにかく常に仕事に集中してる。そうそうそう、もう無口ですからね、うん、もう一番星ね、ね、もう今日はもう一台所からってことでね、もう美味しかったね、美味しかったです、私も久しぶりに行ったんで美味しかったです。牡蠣のステーキね、あ、
これ柿のステーキね、今日はレシピをちょっとね、はい、ありがとうございました。あれもいいですね。あれ美味しかったです。そうそうそう、皆さんには何でもステーキできますからね。私ね、最初、まあ、でも南部さんがオーダーしてるんでね、はい、絶対冗談言ってる。冗談か、そうそうそう、あの冗談か、もしくはあ、またわがまま言ってんだみたいな。そんなもん作れるわけないじゃないですか。マスターが返事なかったからね。あ、そうそう、しかもメニューにないんですよ。メニューにない、当然ない、聞いたことない。私探しましたもん、えって柿のステーキってどこにあるの、どこにあるのってないんです。いや、要はフライパンでね、こう炒めれば、こう焼けば、だけどふにゃふにゃ、ふにゃふにゃですからね。いや、出てきて謎解けたけども、うんうんうん、ふにゃふにゃのものをね、焼いてどうすんのって。その時の言われた時のマスターの顔、私一瞬見ました、うんうん、こうしたら、うん、にって笑ってました。笑ってた、笑ってた、笑ってた。そうだったね。えバス来たみたいな。素晴らしいですね。いやいや、美味しかった、本当に。何でもね、あの息のいいものはさっとあの小麦粉ね、小麦粉を袋にパッと入れまして、その例えばマグロのトロでも、うんうんうん、何でもいいんです、うんうん、もうあの息のいいもの、うん、半生で食べられるものは、うん、その袋の中に小麦粉入れてパッ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 と振りまして、うん、それをちょっと多めの油のところにチャッ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 と焼きまして、片面がちょっとこんがりしたなと思ったら裏返しして、うん、最後にバターをちょっと入れて、うん、醤油をビャッチャかけて、もうそれ出来上がりですよ、ステーキ、うん、ね、あの食感、素敵なステーキね、素敵なステーキ、よかったです、うん、そう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 、ね、あれいろいろ応用したいですね、私。それやっぱりもうね、男料理の一つですからね、うん、あれひょっとしたら男飯、男飯ね、うん、ね、あの例えばね、あのあれ絹豆腐なんかでもできるんじゃないですか。できますね、小麦粉、絹豆腐を、うん、あのそういう風にしたい時は、うん、あの少しの間、うん、あの紙のうん、濡れてる、あの紙のなんかこうペーパータオルあるね、水抜いて、あれをこう1枚をだいたいこう4枚ぐらい畳んで下に置いて、小さく切ってそれに置いて、もう一つこう上から押さえて、軽く皿をかぶせて、それ15分ですね。いいですね。あ、私ちょっともう作ってかねますわ。いや、そうじゃなくて、いやイメージわかりました。そうすると水が切れるんで、そこに小麦粉をつけましてね、そうすると油跳ねしませんので、料理教室ですね。タンタカタカタカタンタン。それは他の番組だと思うんですか。はい、今日はやってまいりました。三分クッキング。どっからも取る。そういうね。いや、でも良かったです。いや、本当にステーキの作り方もね、寂しい男のステーキの作り方。生きのいい素材は買ってこれたら、包丁がないとかね、こんなマグロとかあるじゃないですか。ね。あれあのまま、柵取りのまま買ってきて、小麦粉つけて焼いてくださいよ。ナイフとフォークで食べる。ね、できますよ。いいですね。ね、そう、今日すいません、話しかけない。はいはい、あの、来ました。メドン、メドンの、メドンの、メドンの謎。メドンって知ってますか？メドン。メドン。これ、いや、それは多分、世の中の人ほとんど知らないと思う。知らないですよ、ね、教えてあげたら、ね、ちょっとレシピ的なもの、メドンですよ。うまい、北見発祥でね、これ YouTube で調べたら出てくるのかね、メドンって。きっとね、え、メドンって出てくるのかな。 Google、 いや Google だからYahoo じゃダメなのかい。うん、と、わかんない。いや、Google ね、わかりました。そしたら出てくるかもしれない、ね、ちょっと聞いてみますね、うん、北見、メドン、そう、北見なんです、北見が発祥なんですけど、北見のメドンって言うと 出てきますけどね。出ましたね、これ、出ましたね、これはね、食べログ、北見焼肉食べログ、ここに出ましたね、これ北見の焼肉だから、これメドンだけで出ませんかね。メドン、メドンはこれダメだね。ちょっと違いますね。ちょっと違いますね。メドンはそんなに有名じゃないのかな。いや、これね、知る人ぞ知るだろうな。何にそこにありませんか。いや、これ北見名物メドンレシピ作り方って出てますけど、ちょっと違うんだよね、これ。ちょっと違うんだよね。あ、これですか。青のりだから、分かってた。こんな感じじゃなかったですね。これ北見お家でできるメドン、これ絶対うまいじゃん。アレンジしてる。これね、ね、これ白いの上、この白くなってない。白くなったらダメなんですかね。白くなってません。なに、ここも焦げちゃ、焦げてなきゃダメなの。いや、だからね、上はね、全く熱がまだいってない。ほとんどは生卵の状態、周りがブクブクってこういう焦げてる状態を作るんですけどね。目玉焼きをね、こういうふうに焦がすんですけどね、
作り方フライパンの小さい、目玉焼きが2つぐらいできるぐらいの、はい、こう小さいフライパン最近売ってますよね、はいはい、これにあの油をちょっと多め、大さじスプーン2杯ぐらいを入れてですね、もう焦げるぐらいフライパンを温めてください、うん、その前に卵をですね割っといて、2個ぐらい僕食べますから2個ぐらい割っといて、うん、このフライパンが焦げてきたな、少しもうグツグツなってしまったら1回火を止めてください、危ないですから、火を止めて卵を入れてからもう1回火をつけて、はい、うわーブク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 って泡になりまして周りが焦げてきます、焦げてきて焦げてきて焦げてきて、あーうわー黒い煙が出てきたなと思ったら持ってあった熱いご飯の上にぶわって乗っけて、うん、出来上がりです。メドン、確かにあの食感そうなんですよ、だってね、そうあの卵ご飯のように混ざるし、ただパリパリしてるんですよね、周りがパラパリパリで、うん、もう卵はほとんど生、うん、めちゃくちゃ美味しいですよね。で、油ぎっとり、油ぎっとりじゃないのそれ、だから成人的に、あ、お年を出した割にはと油入ってると思わないそのぐらい爽やか、だからもし油気になる方、オリーブオイルを使ってください、はい、そうですね、オリーブオイルってのはものすごくあの血管をきれいにするね、ギトギトした油のある方、こんなのとこうおいってなってる方、もうあのオリーブオイル食べると血管がさらっとなるらしいですからね、あの僕悪いけどこれね、あの体重計に乗るとですね、うん、筋肉多めとか出るんですよ、あデブとか出ませんからね、僕あの悪いけど、それ体脂肪率は低いね、そう率低いんですもん、あの筋肉多めって言葉をちょっとやんわりオブラートに、いやいやいやそんなんだいや本当はちょっとこれ触ってみて、これこれ、ちょっと触ってみてください、タッチを取りませんか、ちょっと触ってみてください、ああまだ、いやちょっとちょっとこっち、揉んでない、ちょっと触ってみて、うん、あ確かに筋肉すごいですね、はいはいはい、ちょっとどういう表現しますか、うんと、どうしたらいいのかな、硬いとか言ってよ、え、ごめん硬くなかった、硬いとか、え、カスがだ、ちょっと待って、三時、あ、そう、三時、そう、これラジオで聞いてる人は何硬いとか触ってんだよ、俺を触ってみて、やめてとか言ってるね、確かにね、子供まだ起きてる、あの、もともとね、あんまり常識のない人たちがやっぱりいや、ほんとこれラジオで聞くとね、やめてください奥さん、そんなとこもう、ダメです、そんな触ったらやめてください奥さん、そんなとこ触ったら、うわ気持ちいい、背中届かなかったんだよな孫の手そう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 、ねえ、これね、すごいよね、いいね、人畜無害ですよ、それそうそうそう、人畜無害、ね、もうラジオ今の取れましたが、たんちゃんと取れてますか、ね、これはダメですと言ったら、ね、そう思いません、だから本当にいや3時じゃなくて、だから僕の言ったら、あ奥さんやめてください、そんなところは、ね、僕はもう届かないとか、もうやめてください、人畜無害、もう気持ちいい、もっとやって背中届かなかったんだよそこねえ、そういうと想像すると何やってんだこいつらと思うけど、このね見えるラジオから見るとそうか、そういうことそういうことなんですよ、いやでもねこうやってね、あの今あのこうやってあのタイトルが決まって、うん、あの撮ってまあ載せますよね、はい、上げもうまた下げ来ると思うんですよ、上げ下げね、はいはいはい、ね、もういいですよ何本でも下げてください下げるってことはあなた、あなた下げるってことは次は上がるしかない、なんかね、下げたいなという思いがあるから下げるわけですから、こいつに悔しいとか思うから下げるわけですから、こいついいと思う人は普通にいいんですけど、悔しいな、面白くねえよこいつって言った瞬間にあなたが負けですいやだけどね、もう大いに勉強しながらね、面白いところを作っていきたいと思う、だから僕本当に、まあ、嫌いな人たくさん僕いますから、嫌いな人たくさんいるんですけど、ランダさんって本当にね、いや本当にあのファンも多いけど、いやあの僕嫌いな人すごく多いですね、嫌いな人多いですよね、僕嫌いな人多いですしね、嫌いな人が多いんですよ、ランダさんがどうのこうの言ってんだよ、相手がなんかね言うんだよ、そうそうそう、ランダさんがどうのこうの言うことはない、そうなんですよね、あの僕はどっちかっていうと小山の大将みたいに見えるみたいですね、ああで調子に乗ってるみたいに見えるね、全然乗ってないのに、うん、である社長とね、あの喋って隣同士になったけ、その社長が俺のこと大っ嫌いな人でね、あで、まあ、社長どうもいつもお世話になっておりますみたいな、こうね、うん、いや俺と一緒に頭下げなくていいから、うん、ごめんなさい、すみません、本当にいつもお世話になっております、うん、お前のとこ見に行ったよ、俺、俺、うん、お前大嫌いだったんだけどさ、うん、お前ってそんな頭下げるやつだったんだ、え俺普通ですけどって、うん、いやこの間俺とさあの会った時に俺頭下げた時にお前全然頭下げないからさって、いや僕ね
お客さんの人の顔見ないんですよって、はい、そこの店入ってったら自分で飲むからね、普通に飲んでって、うん、誰が頭下げようと誰が見てようと関係なく、うん、自分の金で飲むわけですから、うん、何も気使って誰に頭下げて飲むわけじゃないんでね、まあ、そんなの頭低いやつだったのかって言われて、うん、嫌いだった人とも話せばわかる話せばわかる。いやでもね、俺そんな悪い人じゃないですから、うん、本当にあの、付き合ってる中で僕がもうカーッとなった時はね、旦那さんがね、やっぱり大人だなって思うのが何回もあったんですね、本当にね、うん、やっぱりこの業界でやっぱり生きてきた人なんだな、うん、あーなるほどな、ここで揉めちゃいかないんだなっていっぱいでも本当に何だけんじになって3年目、4年ぐらいめちゃくちゃ調子に乗ってました。人気だった、東京の事務所にもいましたし、もう本当に他のところの仕事を1年間びっちり入ってたんですよ。その新しい事務所に入ったら、その新しい事務所の、ね、社長さんが、みんなうちの事務所に入ったから何だけの仕事なしって全部断っちゃったんですね。これが敵を作る一番先の、あ確かにそれがちょっとあんまりね、はい、その後僕もやっぱり北海道あちこち回りますけども、その後つながったお客さんから今こうやって長く、それでなかったら僕今年で20年ですけど、すごいですよね、ここまで本当に商売できてませんし、そうだ、ごめんなさいで皆さんのおかげでね、今本当にお店もたくさん持たせていただいておりますけども、騙して金取ったってことないですからねそれありえない、いやいや騙される人もいないと思いますけども、もう本当に皆さんのおかげでね、こうやってお店もできてますし、20年食べさせていただいております、本当に皆さんありがとうございます。いやでもすごいことですよ ね、 ね、誰が飲んでる場合じゃないよそうだね、うんうんとか聞いてるから喉乾いてくる。普通はさ、なんかさ、俺が喋ってる時にさ、こうやってこそっと飲む人ってあんまりいないじゃないですか普通はさ、喋ってる時になんかさ、ニュースキャスターでもなんか聞いてなくても、すいません、合図中ってこうやって聞いてますけど、僕が喋ってるんで静かにこそ飲む人いないですよ。私飲むのお仕事なんで、すいません、ごめんなさい。中標津のルジュンっていうお店ですから、来たお客様、はい、お客さんの話聞かないでママ飲んでますからね、はい、そうです、こういうママでございます、ね、中標津来た時はぜひ、中標津来た時はぜひ、この話人の話を聞かないママの店に寄ってここはそこのね、部屋のこのビップルームで今日はですね、取材をさせて、そっち側がスタジオなんですけどね、もうお客さんがたくさん来ております。なんか賑やかになりだしてきて、あれって、うちの子たち大丈夫かしらみたいな、あそうですちょっと気になったりもするんだけど、まあまあ、多分大丈夫だと思います、見えるラジオってね、ケンちゃん、タムちゃんのね、ケンちゃん、タムちゃん、ケンちゃん、タムちゃん、ルッチケンちゃんと、タムラちゃんというのでね、ケンタム、まあね、これでいろんなとこまたね、行けたらいいですもんね。いいですね。で、ぜひスポンサー、募集いたします。ね、スポンサー、そしたらですね、私どもでね、CM、この中に噛んでしまいました。あ、ね、この今、私たちのこの見える、ラジオの中に、コマーシャルを入れるんですね。コマーシャル、はい、よくあるじゃないですか、最近有名なコマーシャルにね、ブワーって余計なコマーシャル張り上がって、あと15秒で消えますとかって見たくねえよこんなもんみたいなみんなスキップスキップ、そう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 、スキップ全然見てないよねあれね、ちょっと YouTube の動きも多少変わってきましたね。そうそうそう、だから僕たちの場合はこの番組やってる途中でパッ、次は CM へってやりますからね。それは必要だと思うんですよ、ね、それは必要ですね。いきなり来られるとね、そうなんです、それでね、その CM 来るでしょ、そして次に CM か、終わった後ね、0. 何秒か切れてるんですよなるほどだからね、あれ繋がってないと思うんですよね。そうですよね、あれはちょっと良くない、まあ多分改善されていくとは思うんですけど、だからうちらの見えるラジオの場合はね、とにかくこの、田村まさかさん一応編集入れますからね、いろんなテレビやってんですよ、2人で、3人ぐらいでやりましたね、あれ、なんだ健二郎ね、なんだ健二テレビっていうのもやってましたね、そうそう、これつけてますけどね、私ね、やりましたね、雪の降る中ね、いろいろ売れない演歌歌手とかね、いましたけど、いました、あいつなんかもう全然いなくなっちゃったですねまあ、いないことない、そんなやつもいましてね、まあまあまだYouTube に載っておりますけども、あいつも今どこ行っちゃったのかね本当にまあ訳あって何の差も近くにはこれいやいや、なんかでも言っちゃっていいんですか、いやいや
いや、いたんですよ。売れるかなと思って僕応援してたんですけどね。まあ、売れなかったんで、ね、いや、かなり応援してましたよね。応援してましたよ。もう本当に可愛くてしょうがなかったですけどね。まあ人間ってやっぱり調子に乗ることってすごくあるんだなって、なんか向こうからね、お前じゃないのかって言ってるのが聞こえてきそうですけどね。調子に乗ることあるんですよ、人間ってね。まあそれあります、ね、調子に乗った時ですよ。どうしたらいいのかな、ここでやっぱり自分がね、こう反省して売れるのと調子に乗ってそのまま売れなくなるのとどっちがいいのかなみたいな、本当もう友達どころじゃない、本当もう支援してくれる人もガラッといなくなったりね。そうそうそう、いますよね。ありますよ、本当に一夜にして。だからもう本当にそうですね、有名な例えば、事務所に入りましたら、その事務所に入った人たちっていうの、僕はNHK の、スタジオパークでこんにちはって番組に2回出てるんですよ、ラジオの。そうなんですか。はい、これ未だにやってますからね。やってますね。だから僕の最後の店は、東京スタジオパークっていうお店で、まだ帯広でね、売れない演歌歌手がやっておりますけども、まあ、あの店が僕の最後の店だったんで、やっぱり東京スタジオパークっていうね、スタジオパークこんにちはって NHK でやってるでしょ。NHK 知らない？わかんないです、ね。ああ、そっか。こう言えないところだね。そうですね。NHK って言えないところがあるのね。はいはいはい、そうですね。徴収料払ってない人は大体そういうね、テレビないっていう方ですからね。テレビない。まあ、いろいろありますけど、まあそういう、まあ、何喋ったっけ？止まっちゃったし。スタジオパーク。スタジオパーク。そうそう、スタジオパークね。そうそう、スタジオパーク。スタジオパークがどうしたんだっけ？あ、そういう番組に。そういう番組に出るときに、ね、どれだけの人間が、その人についていくかで、NHK ってのは、あの人これから売れるよって見るんですよ。僕のときに6人ついてきました、2回とも、まあその結果ですね、あまり売れなかったんですけどね、2回目出たときはうちの会社からね、袖の下っていうんですか、それをディレクターに30万流してました、こうやってね。ほう、そういうのもあります、ね、なるほど。俺本当ですよ、俺はまあ、嘘言ってんじゃないかと思いますけどね、本当にそういうあれで、いろいろやらせてもらいました。やっぱりこう大きな会社に入るとその名前があって自分が売ることをしてくれるっていう、僕はね、この20年経って大きな東京の会社にも13年いましたけど、大きな会社に入った時は僕がポンと入った時に会社でやってくれるんで、何にもしなくても給料も入ってきますしね、舞台だけで、もう片手以上もらっておりましたけども、その頃で僕調子に乗ってましたからね、片手は必ず入ってきますから、その間にちょこっとアルバイトしたらね、それも入ってくるんですよ、まあ、そんなやっぱり思いもありながら会社にいて、でも僕はこちょこちょとかね、昔は何だけんじゃ、どこにも勤めずに一人でこう大きくなってきた一匹狼ですからね、その下積みがあるから、潰そうと思っても潰れないんですよ、僕。なるほどね。ただこれが普通の演歌歌手を、うちのその東京の大きな事務所でポンと拾って、その人に歌を出させて、うわーっと事務所の人が売ったとして、でその事務所の人がさっと弾いたら、ただの人ですよね。いや、これ確かにね、そのプロモーションはね、これは力あると思うんですよ。これはね、本当にだからあの人は今って言って何もできない人になってるっていうのは、本当にスカウトされた方、ABC さんとかもね、KBC さんなんとか48とかあるじゃないですか、いろいろ名前が、はいはい、あの子たちもテレビに出てこの人とこの人とこの人とね、なんかこう1、2、3位ぐらい残った人は芸能界に残ってきますけど、あの番号のついてるね、30番とか20番とかってなったら、確かにその人が流行らなくなった時にどうなるかってことですよ。いや本当だ、オリンピックでもね、金銀ね、まあ、どうまで覚えてくれますかね。そうですよ ね、盛り上がってるからなんだけど、入賞だった時4位5位はやっぱり覚えてないですよね。そう、今だからすごいけど、私の素人はやっぱりそんな見方しかしないのかなって気がしますよ。1週間だったらオリンピックじゃないですから、もうみんなね、なんかなかったことになってる、 ない、ね、なんかあったのみたいな確かにね、そういうもんですよ。だから日本のね、やっぱりこの人たちは、日本は早い、ね、忙しいですよね、忙しい。だからすごいやっぱりこう外国の方にね、やっぱりこう素晴らしい国だという形でね、こうやっぱりこうたくさんのね、あれが来ますけどね、海外から見たらいいとこ見えるんでしょうね。見えますよ。多分ね、私がみんなほとんどそうなんだけど、自分たちが
いいとこなんて分かってねえよね。分かってます僕、あの目処はいいですよ。目処いい目処僕はあのやっぱりこう北海道中走ってますから、まず道が良くなってきて、毎年毎年高速道路がね、隅から隅まで増えてきましたね。で、まあ、テレビもそうですけども、稚内の端の方まで今ね、あの全テレビ番組のTVH さんも UHB さんも HBC さんも今北海道でやってる普通のテレビ局はほとんど隅から隅まで映るようになったという。じゃあ映らなかったってことなんですか？映らなかったですね。TVH さんは映らなかったんですね。だからもう去年一昨年あたり開局になったので、ねえ、あのそうなんです。あ、そうなんです。映らなかったんです。ただなんかこうちょっと小高いところの人のお宅だけは映ってるとか、うん、ちょっと低めになると映らなかった。電波を拾えなかった。だから北海道っていうのはやってるテレビ放送者がもうほとんどの番組が見れるんです。だまだまだ青森あたりでもフジテレビが入らないとかね、あの大きな放送でさえ入らないっていうのもすごくあるんですね。東北、まあ、ずいぶん古い話だけど、東北旅行した時はね、まあ、仕事ですけどね、あの本当2つか3つぐらいしかないとこもあったんですよね。そうなんですよ。だからね、世の中はもう本当に日々進歩してるな。だから僕ね、とにかく一番言いたいのは、高速道路のお手洗いがきれい。ああ、なるほど、ね。もうほとんどの高速道路のトイレは、もうあのウォシュレットがついてる。そうですね。確かにね、ウォシュレットはもう常識になってきました。やっぱりね、ウォシュレットなしのトイレは、この北海道中を旅する人たちにはとっては、もうなくてはならないものです。長い運転をする方っていうのは、本当にあの、便も出なくなったりね。そういう意味では、お尻を刺激して、ちゃんとした。ね、そしてまたすっきりしますね。まあそうですよね、やっぱりいつも清潔でね、やっぱり清潔イコール、美味しいものも全部つながってきますからね。食べるところと出すところですから。今ね、あの鶴葉でも入り口があって出口があるじゃないですか、駐車場。やっぱり入り口がちゃんとあって出口がちゃんとある、あのきちっとしてるってことはやっぱり、まあそうですね、車の、ね、そうですね、動きもスムーズですよね。あ、そうそう、いろんな小売店ね、特にまあコンビニなんかでもね、いや思うんですけど、そのトイレの綺麗さ、いや本当にね、コンビニって結構みんなトイレを利用してるんですよ。そうなんですよ。ところがね、本当にもう悲しいのはね、例えばもう大概男なんですけど、その悲しい、あの立ってするトイレの悲しい話ですよ。トイレの悲しい話、それで周りにね、どうやったら漏れるの？飛び散るの。いやー、どうしたらそこに、それまあ見えるんだったら、まあそれは、まあこの後洗えばいい、あるけども、俺はもうこれもうどっかの会社なんかでもそうなんだけども、あの何でしょうね、トイレに入ったらそのもう入る前から臭い、あのアンモニアのあの染み付いた匂い、あの前僕どっか勤めてる時にね、そこのビルがもうあまりに臭いんで、正月で行ってね、あのボイラーの熱湯をバーッとかけて、それで流して、それでも取れないから、キッチン入ったら1本、うわー、それでも取れない、もう500年の、なんか赤が、いや、まあ、何も話しないかって言ったら、それで、コンビニのトイレね、ああやってみんながあの利用するトイレは、必ず排水口を設けて、もう壁、あれ、壁が臭いな。壁飛び散るんですよね。もう男のしょんべんはね、壁にするやつがいるんでね、何考えてんだろうなと思うけどね。そうですね、だから、今コンビニあたりでも立ってする、便器ってのなくなってまいりましたね。ああ、なるほど。男子も今の若い方はほとんどしゃがんでするんです、座ってするんです。そ、ね、まあそっちの方がね、やっぱり飛び散りにくい。そうなんです。だから、これからね、やっぱり若い方はこれからなくなると思いますよ、そのアンモニア臭ってのね。そうだね、あれだけはもうやめてほしい。とにかくね、男の方がそんなことないぞって言ってる方、とにかくあの自分下ね、パンツ履かないで、この素肌で、あの便器に向かってね、おしっこを飛ばしたら、どれだけここに跳ねてるかってことですよ。そうだ、あれね、あの前これすごいですよ。本当おっしゃる通り、テレビでね、実験してるんですよ。実験ね、あの照射するんですよ、水をね、そうです、水を照射するんでね、あのこの例えば30センチぐらいのとこから照射したら、50センチぐらい返ってくるんですよ。そうなんですよ。だ
から今の、ね、昔男子トイレでもありましたけど、うん、こう赤い点のついてるやつ見たことないですか。的的的あれそこを狙うと意外にその跳ね返り率がね、少ないところって、あれはすごくあのなんか強制もしないけどもやってみたくなる、なんかそこに狙いたくなるみたいな、ね、あれはね、もう座布団3枚ぐらいの、座布団まあまあそれでも 30% ぐらいはねここに跳ね返ってきてるわけですから、そうそう、それ知らない男がほとんどですね、だからもうとにかく自分ね、ここまで下げておしっこする、全部ここにかかりますね、分かるね、うん、どれだけあの身をもって知ってほしい、そうそう、若い男の方で最近ジーパンはほら1週間履いても1ヶ月履いてもこのジーパンはね、うん、そうそう、今洗わない洗わないジーパンってあるじゃないですか、洗っちゃいけない、洗ったら怒られる、こういう方のジーパンってのはものすごい汚いですからね、あそうだね、もうしっこジーパンみたいなね、まあ、汗もしっこも同じだからね、そう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 、ね、俺のこの匂い嗅いでみろみたいなね、いやしっこジーンズみたいなね、いそんな文化があるしっこジーみたいなね、なんかどっかのじいさんみたいですけどねしっこジーそれがまたね、あの言い方を変えると加齢臭って言うんですよ、あ若い人の加齢臭はそこのジーパンから来ますね、あなるほどね、しっこジーパンから来る加齢臭ね、しっこジー加齢臭みたいなね、ひどい勘違いだね、そう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 か、そんなところで価値を見出してる、そうなんですよ、ひどい、まあ、だからもう着るものによってね、やっぱこうお店の雰囲気によって値段が変わるとかね、あまあいろいろそういうのね、それもありますよね、いろいろあの例えばあの入り口がね、うん、例えばどんな店に入るのも入り口が高級だったらさ、うん、やっべえなこの店やっぱ絶対高いぞと覚悟しますよね、覚悟するよね、うんうん、僕なんかもうキャインって逃げて帰りますけど、キャインキャインっていやだからね、いや本当に思うのは、うん、よく札幌でも最近はあるんですけどね、うん、ビールのとこに、うん、いらっしゃいませとかって言いながら、うん、私たち何階のなんとかですイエーとかでやってるけど、うん、これだけの女性がいたとしたら、うん、ね、うん、1人で入って次から次からついてこられたら、うん、ね、1人1杯1000円でも10人来たらまず自分の飲むよ大丈夫なのに決まり取られるのもう絶対入らないから、そうか、ね、もう分かるね、そこも分かるね反対にお店はそのテレビに映す時はね、見る時は、うん、いらっしゃいませ、もう本当に安くやっておりますって言いながら、うん、ママが普通の格好して大体ね、ピカピカもしないで、うん、普通の、私と、うん、ね、この2人でやってますみたいな、住みに来てくださいね、うん、低料金でやってますみたいな感じで、うん、ね、そのお店、おこの店の方で結構安そうだってって言って、うん、それ思いますね、そこバーン入ったらママが化粧して着物着ていらっしゃいましたようこそめっちゃ高そうじゃんって入った瞬間にもうやっぱり、ね、男ってのは後にしきれないじゃないですかまあまあ低料金でって言ってるから、まあ、低料金にしてくれるんだろうなと思いながら とりあえず目だけ泳いでるんでしょ、目だけ泳いでるんでしょ、ビール、まあ、ビールいっぱい飲んだら俺そう時間がないからちょっと軽く急に忙しくなる、急に忙しくなる約束思い出したみたいなあの最近音消してるって言うから今ちょっと待ってあ、もしもしあ、分かった、うん、今ね、時間あったからちょっといやもう3本しまい今からごめん、ビール頼んだけどちょっと飲んでいくから、ね、今度ご馳走するからクーッと飲んでいやもういないですよねお会いしといてってパッと出てきちゃう6,500円そうだろみたいなでも払いますよ、ね、払いますよ、払いますよ、ね、払いますよ、いやまあ本当ね、サービス業ですからね、本当にね、もう怖い、最近はね怖いですよね、でもそこに綺麗どころがいたらちょっと美味しかったじゃないですか、綺麗どころ、綺麗どころがね、いる店にはもう入りたくないじゃないですかね、確かにね、でも最初からそういう値段見ますもんね、そう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 、だからもう最初からそういうテレビがね、ビルのところにあるときは、うん、うちは低料金です、これ以上一切取りませんみたいなね、うん、札幌でもなんかあるね、あのなんか原価提供のお店って、うん、原価チェーンとかって言うんですけどね、なんか、このボトルなんかみんな原価なんですよ、ね、それから女の子たちいただきますって言ったのに結局あの同じになってですね、値段はね、あ安くはないんですよ、そうそうだからこれ原価提供、みんなね、うん、原価チェーンって原価で安くやるんだけども、女の子は、ね、これが高いんですね、まあまあその分高くてもこの、これがこの分ボトル取らない分女の子にご馳走してあげてないんだよ、そうそうそう、で結局一緒にはなるんですけど、普通のスナック行ったらね、女の子の1000円なん、ね、10人分と、ボトル取って取られちゃうから、うん、でその分安いのかなっていう思いをさせてるような気がするんですけどね、ある意味すごいですね、結局は、
やっぱりこう客の呼び方うーんじゃないかなって僕は。それであんまりねそのがっかりさせる程度だったらいいけど、そうなんですよ、びっくりさせちゃったらダメだよね。そうなんですよ、だから ね、うん、同じ札幌でも大体4000円の飲み放題の店って多いんですよ。うーん、大体90分4000円のお店って多いんですよ。確かにね。じゃあどこの90分飲み放題の店行こうかって考えるんですね、うんうん、そこはもう競争ですよね、かなりね。そうです、うん、いい女がいる店ったら90分4000円やりませんから。なるほど。大概のママ一人とかマスター一人、うん、でそんな店でいいよ4000円でって、うん、4000円でいいよってね、うん、あなた4000円の価値あんのかいってやつがみんなやってんのよ。ちょっとホットカレーとそのカラオケでの、そうそうそういいよ、カラオケ付きでいいよ、ビールも入るよ、ビールも入れといていいから。お一人様カラオケ行ったらさ、うん、1500円ぐらいそこで、そうそうそうでしょ。そうですね、で俺どこ行こうかなと思ったらやっぱりあのスタースすきの行くもん。やっぱりスタースよね、やっぱりスタースすきのでしょ、エンターテイナーだからね。やっぱりね、うん、ショーで楽しめて、うん、だから ね、やっぱり遠くから来るお客さんがいるんですよ。そうそうそう、私も行きます。生は札幌クラシック使ってますからね、やっぱりね、札幌でしか飲めないビールを使いながら。いや、でも僕は嬉しいです、本物のビールと。ホームページにね、あの、はい、団体がこれに行くんですけど、はい、予約が入ってるの嬉しいですね。そうですよ、もう本当にね、うちなんかも、うん、ね、団体に行きたいですかなって言ったら、もう分かりましたって、もうわざわざうちを選んでくれたんですから、もう今回90分ですけどね、120分4000円でショーもつけて生ビールもつけてカラオケも歌い放題にしましょうって言いますよ。この店よりも楽しいですからね、まあ、自分で通年戦ですんのもね、本当に嫌なんだけどさ。でもね、本当に仲良くないですよ、ああいう楽しめる店はね。私も札幌行ったら必ずスタースキノさんの、ね、ご飯食べて、そう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 、二次会は必ずここに、最後はガゴメラーメン。ガゴメラーメン、あのガゴメラーメンだけちょっとまずバッチリだけど、なんだあの7所違う、同じですよ、同じビルですよ。あ、そうか、そうです、もう今同じビルですよ。外でなくて、どんぶりこが、どんぶりこが、どんぶりこね、外でなくてですね。そうなんですよ、ガゴメラーメン、塩ラーメン、スタースすきのは今普通のおじさんになっておりますけど、あの田村正和さんも来ますからね、もうそろそろ田村さん、あのなんかあの肘ついてる場合見えるラジオですからね、楽してたらラジオちょっと今日ゲストに田村正和さんが、田村です、もうあのね、今もなんか普通のあのおじさんね、あの普通のもう僕と同じ年じゃないよ、若く見えるでしょ今、分かった、そう、あのね、普通にもなんか普通に帰っちゃうの。お金になるときはね、結構ね、あの、あれなんだけど、結局お金になっても、あの、10分したらもう普通のおじさんになってる。まあ、長続きしないよね、確かに。飽き性あの、短時間勝負なんですよ。そうそう、短距離勝負。短距離なんです。100メートルは長距離だから。あ、長距離でしょ。だから50メートル。15メートルぐらい。短。まあ、本当にね、そういう感じで、この見えるラジオ、すごく楽しいですね。うん、なんかいいものを作れるような気がします、そうですね、今日はもういろんなところでね、ちゃんと編集してくださいねって言ってますけどね、あそこを見ててください、あのゲルのママあれですけど、編集してくださいってあの写真じゃないですから、この辺あの肌きれいにしてくれとか鼻毛鼻毛処理してくれとかって、それはできないですよ。もうちょっと若くとかね、シワを伸ばすとか、せめてママ小さく細く見せるのに一番奥に座らせてるんですから距離感置いてね、なんか僕がこうなんか丸く置いてるとして顔が、この距離感ね、ね、ありがとうございます、そうだからもう2人をね、引いてね、小さくこう私ね写して、僕がでっかくですでもこれでもコロッケさえの僕小さいですからね。コロッケね。本当に今日は一番星さん、からの、50年、ああやっております。川手さんからの、そしてですね、一番星さん。今日は初めてね、今日見えるラジオということでね。そうですね。はい、結構ね、これ長くなってしまいましたんでね。前回見た方、そして今回2回見た方ね。そういう形になると思いますけども、YouTube ではね、これ大体1回でずっと見てるんじゃないかなと思いますけどね、うん、ラジオ放送になってる部分もありますからね、はい、これ大体1部と2部で大体2週間に分けてまたね、中標津の方でも流れてるかもしれません、そうそうそう、これ旭川の方でもね、流れてるかもしれません、旭川 FM リベールというね、ラジオ番組で火曜日の午後2時からですね、やっておりますからね、よくやられるね、本当にね、もうおかげさんでも
ろいろね忙しくやっておりますけどね。いや、あの、はい、先週のね、なんかちょっとあの ゲストのコーナーがちょうど、はい、あの災害放送で、まあ、これはやむを得ないことなんで、緊急報、緊急報、いや本当に冗談じゃないよ、ちょっとカットされちゃって、いやそれね、まあまあお詫びちゃうわけだけど、まああのね、言い訳をそうなんですよ、ね、さあ本当に皆さん申し訳ございません。本当にFM 花の方でですね、FM 花の方で何かあったわけじゃないんですけどね、たまたまその時にちょっと天気が悪かった、天気が悪くて、番組がですね僕の放送に絡んでおりましてね、その分すっぽりと面白いところがなくなりましてねその後再放送かけてくれるのかなと思ったら再放送もないというね、一番面白いところがね聞けなかったっていう、皆さん本当にごめんなさい。これから面白いラジオやりますんでね、ぜひ見えるラジオの方もお楽しみに、聞いていただきたいと思いますね。見えるラジオもいいですよ、好きな時間に聞けますんでね。そうですね、本当そうだと思いますよ私はね、いいもの作りましょう、はい、それじゃあ、 北海道観光応援隊になりました、南田健二と田村まさかさん、田村正香の、はい、で今日は中標津で、はい、高級スナックルジュンのママさん、違う違う違う、ね、普通ですよ、どこにでもある、そう高級スナックでお客さん来ませんからね、全然来ませんから、うち高級なんて言ったもう3,000円、4,000円握りしめて飲みに行く、3,000円と4,000円はだいぶ違いますけどね3,000円、4,000円握りしめて、3,000円と4,000円と7,000円もあれば十分温泉が行きますね、まあ、いろいろコースがございます普通のスナックでございますけどね、はい、若い子もたくさんいらっしゃいます、もうね、ほんと騒がしく、むしろ賑やかになってきて、賑やかになってきて、今行くよって誰も呼んでない誰も呼んでない、誰も私を呼んでくれない、まあって呼んでくれないよすいません、ビールください、みたいな。すいません、ビールください、ビール。すいません、ビールください、ビールください、すいません、ビール、誰も聞いちゃいない。うちの子、誰も聞いちゃいない。電話しますか、ということで、ね、誰も聞いておりませんのでね、この後、私たちも楽しく飲ませていただきたいと思います。それでは、皆さん、また次回まで。はい、さよなら、またお会いしましょう。ありがとうございます。